フィリピンの場合ですね、クォータービザがいわゆる永住権と呼ばれるものですね。240万ぐらいの金額かなと思います。まあ、500万円のその、見せ金っていうのが必要なんですけども、実際240万ぐらいかなと。まあ、リタイアメントビザの場合も大体それぐらいで、ただリタイアメントビザの場合はですね、預金をそのままずっと預けておけなければいけないということで、クォータービザは投資の方に回したりできるので、そこはメリットかなと思いますね。まあ、条件、年齢条件で言うと、クォータービザは年齢制限がなくて、リタイアメントビザは今のところ50歳以上なんですけど、また35歳以上に下がったりとか、まあ、これ状況によって変わったりするんですけれども、まあ、実績ある会社というのも紹介できますので、気軽に連絡いただければと思います。クォータービザは唯一日本人のサポートを40、1年にまあ50人の割り当てなんですけども、ほとんど対応しているという会社がありますので、まあ、僕パートナーになっているところとして紹介したりすることができます。不動産も信頼できる会社っていうのは限られてて、やっぱり。